インドネシアにおける売買春は、良識、道徳に対する犯罪と法的にみなされるが、広く行われ、許容されており、一部の地域では管理を受けてさえもいる。金銭的な理由が、売春婦となる、動機づけとなる女性もいれば、友人、親族、あるいは他人によって強制的に売春婦にされる者、いるかもしれない。伝統的に、売春婦は、 娯楽施設や特別な売春用複合施設で客と会ってきた。しかしながら最近はインターネット掲示板やフェイスブックが売春婦男層と評価区との関係を円滑に進めるために使われてきている。近年、リゾート地のバタム島とバリ島での子供売春ツアーが問題となっている。女性売春ツアーも20世紀末にバリ島で出現し、若い パリ人の男性セックスワーカーが日本人、ヨーロッパ人及びオーストラリア人女性とあっている。国際連合エイズ合同計画はインドネシアに226,791人の売春婦、男将がいると推計している。インドネシアにおいて売春婦、男将が生産業に入る主な理由の一つがすぐに金銭を得られる魅力である。ジャカルタポスト氏は ジャカルタの高級売春婦は月に1500万から3000万ルピアを得ることができ、サービスのためのセッションごとに300万ルピア以上を請求することができたと報道した。金銭のために売春婦となった者たちは中流階級と貧困家庭の両方から来ている。別の主要な原因が強制売春である。若い女性が大都市で雇用の機会を提供され、 その次に強姦されて、売春斡旋業者に金を払うま、売春を強制される。また親に売られることもあるかもしれない。国際労働機関は、インドネシアの子供の売春婦の大体70%が、家族、または友人によって、人身売買に持ち込まれた、と報告している。売春は、多くの形態で存在し、多くの異なる性、ジェンダー、思考、 および年齢によって行われている。例えば、バリは外国人観客を誘う男性セックスワーカーのクタカウボーイズで知られている。売春は様々な性的指向を網羅する。最も一般的なのは異性間の女性売春であるが、服装盗作者や男性の同性間売春も程度は少ないものの存在する。自動売春もバタムやバリといった 特定の観光リゾート島に存在する。4万人から7万人のインドネシア人の子供が国内で売春に従事していると推計されている。売春婦は売春宿で働くこともあり、一部の売春宿には200人を超える売春婦がいる。多くの売春宿があった最後の大規模な赤線地区がかつてスラバヤにあり、東南アジア最大の風俗街の一つであったが、 2004年に閉鎖された。売春婦はディスコ、マッサージパーラー、およびカラオケボックスで見られ、特定の通りでも見られる。また、電話によって予約することもできる。オンライン売春も一般的である。インターネット掲示板では、売春婦とポルノグラフィが有料な登録会員に提供される。掲示板の上級会員は、無料レポートを書き込み、 売春婦との会員の経験について説明する。連絡先情報は要求に応じてプライベートメッセージによって提供される。Facebook 上での売春組織も報告されている。インドネシアにおける登録売春婦の数。1984年から1995年。売春は法律では特別に対処されていない。しかしながら多くの当局者が良識、 道徳に対する犯罪を売春に適用すると解釈してきた。売春は大衆の社会的、宗教的規範との矛盾にもかかわらず、蔓延し、外して許容されている。売春はインドネシアの売春宿複合施設で最も明白に示され、こういった施設は国中で見られる。これらの売春宿は地元政府の規制のもとで管理されている。 警察による手入れの間あるいは後に、売春婦は罰金を支払い、交流から解放される。そのため、警察の手入れは、公安の警官の収入源にしかならないと言われている。インドネシア児童保護委員会はインドネシアにおける、売春婦の30%が18歳未満であると推計している。ILO は、ジャカルタにおける子供の売春婦の総数を5000人としている。 ジャカルタ市政府によれば、これは、プランプン、グロボール、タナー・バング、ブロック・ M、そしてジャチネガラ及びサラカスに集中している。子供売春ツアー、特に、リゾート地のバリア・バタムに存在する。ミセラ・ P、売春に関するインドネシア社会省による1952年の本古代インドネシアにおける、売春の最初期の報告の一つは、中国の書物にある。 旧当女及び新当女は、ジャワの保林の国には、数多くの、毒の女がいた、と記している。これらの売春婦と成功した者は産んだ傷を受け、その後死んだという。これが古代ジャワにおける売春及び、その性感染症とのつながりについての最初期の記録であった。植民地時代以前のインドネシアの売春については、ほとんど知られていないが、 性奴隷の購入と純契約的な性的関係は存在したと考えられる。インドネシアにおけるイスラームの広がりの後、イスラームが契約結婚を非難したために売春が増加したと考えられている。ジャワの王,王たちが多くの性奴隷抱えていたのに対して、家族の支援のないバリの未亡人は彼らの王によって売春を強制されたかもしれない。 19世紀初頭のジャワ5社本、セラトチェンティには、中央、ジャワ及びジョグジャカルタにおける、売春産業について研究している。この社本では、顧客を満足させるために、ジャワの売春が得,得している、様々な成功体位及び技術について記載されている。セラトチェンティには、かつては、モギり寮母近くに繁盛している売春宿があったとも述べている。初期オランダ植民地時代。 性的満足を得たいと望むヨーロッパ人の男たちが現地の売春婦を雇い始めた。これは金銭的に動機付けされた地元の女性や一部の家族によって引き受けられ、こういった家族は自分たちの娘を自発的に提供した。偉人主婚は推奨されなかった、あるいは完全に禁じられていたため、この措置はオランダの指導者らによって認められた。 王立オランダ領東インド陸軍兵士やオランダ領、東インドの役人が保持する愛人の数が減少した1800年代初頭に大規模な売春が始まった。他地域での仕事を探して、現地の男性が妻を残していったこともその始まりに寄与した。1852年、植民地政府は梅毒やその他の性感染症について検査するため売春婦に、 定期的な検診を貸し始めた。売春は身分証明書も携帯しなければならなかった。これらは売春の成長を抑制せず、売春は1800年代末に劇的に増加した。1852年の法律は、後の1913年に別のより厳格な公衆道徳法に置き換えられ、故意に第三者と他人の貫通をもたらし、 これを彼の職業とすることを犯罪化した。売春については言及されなかった。これらの法律の施行は、ほとんど不可能であることが判明し、一時期、売春宿の捜査は、知事の許可を必要とした。日本占領時期のインドネシアでは、既存の売春婦は特別な売春宿において、日本軍のために働くために選抜された。その他の女性と少女は、慰安婦にさせられた。 第二次世界大戦後、ヘキソンから都市への女性の移住は、高い離婚率と相まって、売春の増加の別の原因となった。インドネシアにおける売春に対する政府の対応は変化してきた。共通の対応は、売春を禁止し、売春宿を閉鎖する試みである。別の提案された対応としては、売春婦の売り上げに課税することである。売春による収入は、 ハラームとみなされるため、こういった提案は論争を呼んでいる。売春は中央、ジャワやバリを含むインドネシアの様々な場所での HIV、エイズの罹患率の増加について責任を負わされてきた。バイシュニアドにおける健康管理の欠如とコンドームを使用しないことが非難されてきた。2010年、バリエイズ委員会は顧客のわずか40%しか否認具を使っていない。 と報告した。売春婦自身も帰離性同一性障害といった心理社会的問題の被害者かもしれない。客にサービスをしたり、売春圧戦業者に対応するとき、売春フラは身体的、精神的に虐待されているかもしれない。また、HIV、エイズに感染するリスクもある。インドネシアは性的人身売買の被害を受ける女性と子供の 主要な供給国であり、比較的程度は低いが、行き先と中継国でもある。34の州それぞれが人身売買の供給元と行き先である。インドネシア人の女性と少女は、主にマレーシア、台湾、及び中東における性的人身売買の対象である。多くの女性と少女が人身売買の食い物にされている。 借金による束縛が性的人身売買の犠牲者の間で特によく見られる。女性と少女はマルク州、パプア州、及びジャンビ州における採掘作業の近くで性的人身売買にさらされている。子供売春ツアーはシンガポールとの国境のリアウ諸島州で広く行われており、バリは子供売春ツアーに従事するインドネシア人の目的地である。 アメリカ合衆国国務省人身取引監視対策部はインドネシアをティアニ国に順位付けしている。ありがとうございます。